つもの仲間がいない？それだけで俺はここまで弱いんだ。情けないよな、俺。ご迷惑だったでしょうか。パト様。私の身勝手な判断でこんなにもパト様を苦しめている。やはり私は専属神として不十分だったのでしょうか。今のパト様は見ればわかります。以前とは一切違うと。ですが私にとってどれだけ変わろうともパト様はパト様なのです。私が信じ、従う主様には変わりありません。なのでもし、私の対応にご不満を感じご協力いただけないと判断したのなら、私は従い、私たちだけで現状を何とかして、パト様を地球に戻します。わかる。この子はきっとすごくいい子なんだ。俺は主でこの子は俺の専属神。だから俺を頼った。当たり前のことが、なのに俺が全く頼りないから。またお前が俺を苦しめるのか。以前のパト、お前が優秀で何でもできていたという結果が今、俺をずっと追い込んできやがる。みんな以前の俺に期待する。みんな以前の俺のつながりで今の俺についてくる。お前が目障りで仕方ない。俺がどう頑張ってもいつもお前という対象物がいる限り俺はずっとお前の劣化版だ。最近はやっとその意識から離れてきたのに、またこうやってお前という存在を叩きつけられる。なんなんだよ、消えてくれよ、俺が今のパトなんだよ、お前じゃないんだよ。いや、違うか、周りから求められているのは以前の俺だもんな、いらないのは俺か。何のつもりだよ、君だってそうだろう、求めているのは俺じゃない、何でもこなせる帝王信仰補助列1位のパトだろ。俺は地球という星で育ち、地球の価値観で強くなったと満足していたパトだ。お前たちの求めるパトにはどうあがいてもなれないんだよ。俺は君の落胆した顔を見た。期待に応えられない俺を知ってあからさまに失望した。それが答えだろうが、今さら慰めもいらないよ。どうしてそんなにお自身を責めるのですか。私はパト様を見て失望したことなど一度もありません。見つけた時は心の底から嬉しかった。今こうして話してると今まで満たされなかった心が満たされているのがわかります。事情はわかりません。この3年間でパト様とメリア様に何が起きていたのか想像もつきません。ですが私はこうしてパト様が無事戻ってきてくれたことがすごく嬉しいのです。3年前、私が大事だったパト様、メリア様、ソフィア様、立て続けに3名も失い、全てが嫌になったこともありました。あの時は本当に苦しかった。ですが帝国を任された。ただそれだけ、唯一パト様から与えられた使命が私を支えてくれていました。確かに私のことを覚えていない。それにはすごく心が痛みました。ですがパト様がこうやって無事生きていてくれた。それが何よりも嬉しいのです。俺は役に立たないぞ。構いません。私のおそばにいてください。もう、私を一人にしないでください。ああ。メリアの言う通りだ。アリシアは包み込んでくれる。この優しさは。今は少しだけ心地いい。あの、パト様がこの3年間で何を行ってきたのか、教えていただいてもよろしいですか？そうだな、アリシアは今の俺を知らないからね。今の俺を知ってほしいならしっかり教えないとダメだな。いいよ、俺がこの3年間、何を経験してきたのか、教えるよ。長い話になるよ。それは楽しみです。俺は全部話した。メリアから聞いていた話も全て、そして今の俺になってから過ごしてきたこと。2年間はずっと自分の部屋で引きこもって肩身の狭い生活をしていたこと、そこから父さんに言われて幻想郷で生活を始めて、初めて友達や仲間ができて、いろんな事件に巻き込まれて、そして自分の役割を果たすために現実世界に戻って世界中を旅した。そこから地球の世界一を決める大会に出て、世界最強まであと少しというところまで行ったことも全部。もちろん石化たち専属神のこと、帝エデンのみんなのこと、新しい力のことも全部話した。今の俺は理解者が欲しかった。このどうしようもない心細さをどうにかしたかったんだ。ってところかな、今は専属神も7人、アリシアからしたらたくさん増えたかもね。どうしたの、アリシア。すみません、ソフィア様も無事なのですね。そして無事専属神になれた。それがすごく嬉しいのです。そうか、メリア様とソフィア様も和解され、ソフィア様も幸せになっている。そしてパト様もこうして困難を乗り越えて再度強くなろうとしている。私は諦めていた幸せをまた感じることができるのですね。あの幸せだった時のように。それがすごく嬉しい。こんな幸せでいいのかって、自分でも怖いくらいに私は今嬉しさで胸がいっぱいです。アリシア。そうか、アリシアもこの3年間一人ぼっちで寂しかったんだ。そして帝国に問題が起きて自分の使命すらも全うできないことに焦りも感じていた。俺はアリシアの主だ。俺は専属神全員を幸せにする。つまりアリシアを幸せにするのも俺がすることだ。情けないこと言ってる場合じゃないな。アリシア、これでお互いを再度知った。アリシアをたくさん泣かせてきた分これから俺が君の笑顔を作る。
って、すぐにはかっこいいことは言えない。けど、俺は俺なりにアリシアの抱える悩みを解決する。それでアリシアが求める幸せを手に入れられるなら。俺は前を向ける。それは俺の信念だからだ。信念という強い思いがあれば俺は立てる。ああ、パト様、以前よりもすごく魅力的。私のために。私なんかのために全てをかけてくれるなんて。アリシア、ここの外に出たい。状況を見させてくれ。アリシアが俺をフォローしてくれないと俺はここから外に出ることもできないんでね。はい、喜んで。まずは情報だ。やる前から諦める必要はないだろう。まずは情報をまとめて、そこから俺ができることを探す。俺や専属人、従属のみんなの幸せをつかむためなら俺は立ち向かう。ひどいな、こんなにも広いのに。ここはまだ被害が少ないです。別の場所、戦場に行くと荒れ地となっております。相手は休憩という概念がないため私たちもローテーションで討伐を繰り返してますけど。相手はエラーって言ってたな。そもそも何なんだ、エラーって。エラーというのは世界が均衡を保とうと働く時に起きる歪み、そこから生まれる生命体、それがエラーです。世界が均衡を保つ、っていうのは。世界はバランスを保とうとする法則があるのです。例えば、100の破壊力を持つ人物が生まれたら、世界は同じく100の守護力を持つ人物を生み落とそうとします。それか、100の守護力ではなく、100を分散させて合計して100となるように作ります。むしろ世界はそのように作り、均衡を保つ習性が強いです。ただ、今まで70程度だったものが100になるのはそれだけ世界も均衡を保つとき負担がかかる、無理をする、だからその分歪みが生まれる。そうじゃなくても常日頃から調整をするときに歪みは生まれる。片足立ちをしてまっすぐ立とうとするとき、左右に揺れたり、足に力が入ったりするでしょう。それが歪みだと思ってください。世界が調整したときに生まれるバグ、だから私たちはエラーと呼んでいます。エラー、その存在には生存本能とか生体本能という概念はあるのか？今のところ存在しません。ですが強い歪みから生まれたエラーなら、そのような個体が生まれてもおかしくはないと思います。弱い歪みから生まれたエラーは弱く、強い歪みから生まれたエラーほど強い。実際にそのような法則があるのは神界でも認知されております。強い弱いか、その強さに階級とかないのか、目安として知りたいんだけど。6段階で階級が存在します。大雑把ではありますが説明します。まずは最下級、神ローテリースと呼ばれる最も多く存在するエラーです。このレベルはどの星にも多く存在します。地球も念のため調べましたが、存在しましたね。SCP という名称で管理されているらしいですね。見ると防衛軍第3部隊がその SCP 討伐の最前線組織と把握しております。ああ、なんか都市伝説系で見たことあるかも。エラーって結構身近な存在だったのか。強さは下級神程度、数は無数、脅威は星を数個体で時間かけて壊せる程度です。次に下級、カテトリースと呼ばれる最下級に続き、多く発見されている個体です。残念ながらこの個体も最下級と同等に発見されています。ですが、感覚で言うと10分の1くらいです。地球には現在この個体が存在しません。これなら比較的安全と言える星です。でも過去にはいた可能性があるかもな。怖い話、地球って何度か大きな変動があった星だしな。あと、この帝国を蝕むエラーで最も弱い個体として発見されているのがこのレベルとなります。危険度 S の脅威。強さは中級神クラス程度、数は超多数、脅威レベルは星を1体で壊す程度です。次に中級、エンディアムスと呼ばれる個体です。ここからの個体から宇宙規模で見ても被害は多く存在します。地球で例えると太陽系エリアが即壊滅するレベル、とイメージしていただけたらパト様でも伝わると思います。マジかよ、いきなり規格外じゃないか。ただし、個体は今まで発見されているのは約5000体ほど、数は少ないです。そしてこの帝国には少なくとも4体、個体が確認されています。少なくとも、なんか長期戦になってるのにはっきりしない言い方だな。後で聞くけど。強さは上級神から最上級神クラス。私もクラスは最上級神クラスです。なるほど、帝国の幹部と同等、苦戦する理由がこれか。そして次は事実上最強個体、上級、プロフォリメノスと呼ばれ、一体で宇宙全域の破壊ができてしまうレベルです。一体で宇宙破壊？もう規模がおかしいって。歴史でも上級が出現したエリアはほぼ討伐時壊滅している歴史がほとんどです。それだけ強いと言えます。現時点で数も不明、そもそも出現した時点で即討伐、神界の天才と呼べる存在なのです。帝国にはこの個体は確認されてないんだな。はい、確認された時点でもうこのエリアは捨てるしかありません。そもそも勝てるかどうかも怪しいですね。あとの2段階は確認されていない等級になりますので名前だけ伝えておきます。
最上級、ウィペロスと呼ばれ、強さは帝王新候補、皇帝新級とされています。数は未確認、脅威想定は光世界全域の壊滅を予想される程度。そして最後に絶対級、アポリートスと呼ばれる、伝説の中の伝説と呼ばれる階級、もはやこれが出現するというのは世界の均衡が完全に壊れたと言っても過言ではないです。まあ、最上級と絶対級は歴史を見ても存在しない、そもそもそれほどまでの均衡を揺るがす存在はいない、と私は考えます。なるほど、つまりこの帝国は中級のエラー4体に蝕まれていると。はい、ですが実際その4体の討伐自体はそこまで難易度は高くありません。そうなのか、でも上級神、最上級神クラスなんだろ。はい、ですが私たちの戦力は神王もいる上に私の他にも数十名の最上級神がいます。4体程度なら倒す程度容易です。ならなんでここまで長期戦になっているんだ。なんだよ、こいつ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。